あれどこなんですか。すいません、ありがとうございました。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 すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ささに。じゃあ、リベンジします。はい。え？リベンジします。ぜひ。まあ、ありがとうございます。戦ってくれて。まあ、こうやって盛り上げてくれて本当にありがとうございます。あの前回の負けがあるから今がこの嬉しさがあるんだよっていうのはちょっと思いましたけど、もう起きたことはしょうがないでしょ。だからもうね、これまでの自分を信じて、そのための努力だと思うし、そのための練習だと思うので、自分はだから何の世界でも多分成功するには自分を信じるのが一番早いですよね。前回は負けた時に芦原選手もう一回やりたい、堀部さんはどう思いますか。今一緒いっぱいですが、でも3回目ってどうなんですか。盛り上がります。いや、やりたいですね、もう一回。そう言われる自分も悪いんで、受けてもらえる状況まで僕が作っていくしかないかなっていうのはありますし、すぐやりたくないっていうのはもう引き継いだそうかなと思いますね。まだスタートラインにも自分のそのストーリーの中では立ててないので、まだ一個取り返しただけなので、まあそれを取り返して、まあその先に行きたいなっていう。ベラトールのベルトを返したものを返してもらう。海外で試合もやって、まあ日本でもやってっていう。まあもっともっと格闘技を本当に盛り上げていきたいなっていうのがあります。5年経ってこんなに変わるかってぐらい変わって。まあそこで、一番の起爆剤になったのは堀内教授だし、普通の格闘家成し遂げないようなことを、でも簡単に成し遂げた。で、もう一回ベラトールのベルトも巻くべきだし、もちろん大臣、バンタム級のチャンピオンとしてタイトルマッチもやってもらいたいし、その先にまた、外国勢も入れたグランプリっていうのもあるのかなと思うけど。もし二平さんが見てたら何点だと言われると思う。二平さんはめっちゃ嬉しがると思うんですけど、100点は絶対ないです。もうちょっといけたら早くみたいな。拝みに行ってやってやりやしたと、そういうのを報告しましたね。ありがとうございました。それさ、本当に弱いとこ見せないとあると思うんですよ。男は弱いとこ見せちゃダメですって自分は教わってきました。まあ二平さんだったりとか、キットさんだったりとか、